今回は愛知県の西尾駅にやってきました。ここからすぐ近くにあるフェニックスという三人麻雀の雀荘で実践動画を撮っていきます。駅は大きいです。すぐ近くに公園があって子供たち遊んでます。到着しました。あちらがお店の看板にあります。向かいが西尾駅ですね。お店は地下1階で見えてきました。はい、あ、着きました着きました。ドアの前に僕の写真貼ってもらってます。こちらが店内になりまして、お店には自動卓が5台置いております。ではマージャンフェニックスのルールを説明します。トンナウ戦の3万5000点持ちの4万点返しで、マンズの2から8がありません。腹牌がありで抜き泥の空気牌となります。こちらの4枚入っております。計算がなく30分固定です。点数は切り上げになります。親は天牌連チャンで形式天牌ありです。持ち点が0点以下で飛び終了で、5が全てドアになっています。ピンズとソーズに赤と青が2枚ずつですね。ペイは共通の厄牌になります。一本歯が1000点で、ワンパイはつもり切りになります。クイタン後付けスモッピンありです。オープンリーチがあり2000点になります。手牌は全開けです。フリテンリーチはオープンリーチでリーチをかけられます。リーチ後の見逃しはできません。11番から3倍間、14番から数え役間になります。チートイズの4枚使いがありです。特殊役が3連行3風勝者輪、チャンタが4番にあります。純ちゃんが6番で、蓮舫、マンズの本一、流し、数連行、大車輪、数貫通あります。オーソドックスなありありの3人麻雀でね、とても打ちやすいと思います。お店のイベントなんですけど、このフェニックスでは公式 LINE 友達追加、ツイッターフォローでなんと20ゲーム無料券プレゼントしてるそうです。セットもあります。セット料金は1時間1人400円で、お得なパック料金などもあるようです。お店のゲスト来店情報なんですが、3月11日に梶梨沙子さん、4月22日に葉月さん、4月29日に泉由紀子さん、4月30日に和久津明さんを予定しています。お店の方ではフリーのお客様が1食無料になっています。これからですね、フェニックスのオーナーとガッキーさんとサンバで対戦させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。斬撃と意気込みなんかあったら、ちょっと簡単に教えてもらえませんか。斬撃はまだ15年ぐらいですね。サンマ多いですか。そうですね、もともとは4マから始めたんですけど、はい、もうサンマ覚えてからもうサンマオンリーでずっとサンマやってます。ガッキーさんはサンマ長いですか。僕もサンマばっかり10年ぐらいずっとサンマやってます。強敵ですね。ちょっと負けないように頑張ります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではこれより対局の解説をお送りします。上茶が社長で下茶がガッキーさんです。本一局は南茶スタートでドラが9万、手牌はドラが2枚あるカンチャンカンチャンのイーシャンテンです。6巡目にピン勢両面ターツができて、両面両面のイーシャンテンになりました。ウーピンでイーペイコーが完成する形です。7巡目に花を抜くとソーズレメンツが完成。リーチをかけます。リャンウーピン待ちでリーチドラさん、ウーピンを積もるとイーペイコーがついてハネマンになります。リーチをかけた後に社長がチューンを一撃して押し返していきます。そしてパーソーを積もりました。チューン本一ドラ1で親の満願6000オールの上がりです。トン2局なんちゃでドラが2ピン、手牌はソーズで1面ツできていて、トイツが3つあります。3巡目にピンズで2面ターツができて2シャンテンになりました。チューンを一撃して2面とシャンポンのイーシャンテンできます。ヤオチューハイで本店に取りやすいイーシャンテンです。中盤にペイをポンして3ピンを勝負すると、社長のダブトンの仕掛けに補充となりました。ダブトンドラ4で1万8000は1万9000の失点です。トーン1局なんちゃれドラがパーピン2本場です。2局連続の補充で持ち点は9000点。2巡目に難が統一になりました。自敗の統一が2つあります。初を一泣きして役を確定させて進めていきます。難をポンすることができて、両面両面のイーシャンテンになりました。役役赤で4000点の仕掛けになります。しばらく積もりが続いた後に、ソーズのメンツが完成して転牌しました。リャンウピン待ちです。上茶の社長から親リーが入って、両面の現物先輩で、数ソーズと一発報酬となりました。リーチ一発赤で、6000は2本場で、8000の失点。裏ドラは乗らず、自分の持ち点は1000点で飛ばずには済みました。トーン一局、なんちゃれドラがペイ、3本場、持ち点は1000点です。手牌はピンズで一面ツできていて、両冠があります。ドラのペイが浮いています。6巡目にピンズのカンちゃんが入って、イーシャンテンになりました。パーソーが2両金になっています。7巡目に、急所のパーソーの方を積もって転牌、ウッパーソー待ちの面ピンでリーチをかけます。
すると、一発目にガッキー選手が赤ウソを切っての追いかけリーチ。面ピン一発赤ドラドラ裏で、12000は15000の上がりとなりました。親番を迎えます。ドラはシャーになります。8巡目に総ズレメンツが完成しました。手配は2メンツできていて、赤が1枚あります。ピンズが重なって4トイツ目。これでリャンシャンテンになります。ソーズでニャンメンができて、ニャンメンとシャンポンのイーシャンテン。11巡目にガッキー選手からリーチが入ります。神ちゃんの社長が一発目にイーピンを勝負すると報酬となりました。ノベタの3面ちゃんです。12000点の横移動となりました。トーン3曲、シャーチャレドラがウーピン。花を2枚抜いて、ワンパイから補充すると、ハクが統一になりました。2巡目にピンズでメンツが完成して、連続品になりました。3巡目に9万があんこになって、リアンシャンテンです。4巡目に、4枚目の9万を持ってきて、即アンカン。ドラをめくると、表示牌が1万で、アンカンした9万が4枚に乗りました。花を2枚抜いていて、手配に若がり、ドラを使い切ることができれば、倍満になります。ピンズで、両面ターツができて、両面と両カンのイーシャンテン。そして、自順に、ピンズでメンツが完成しました。待ちの選択になります。関数層に受けるか、関連層に受けるか。打点は十分にあるので、上がりやすさ優先で、赤ウーソを切っての、モロ引っ掛けリーチにします。関連ゾーン待ちです。リーチをかけて、一発目は自敗をつもぎりします。そして自順に、社長がウーソを切ると、ガッキー選手に報酬となりました。ダブトンドラ4で、18000の横移動です。トーン3曲、シャーチャレドラがウーソの一本場、15000点持ちです。ガッキー選手と社長が45000点で同点となっています。3巡目に、ソーズで、ジャントーができて、イーシャンテンになりました。イーピンが4枚使いで、イーペーコが完成しています。自順にローソーを積もって、両面になりました。手配はイーシャンテンです。パーソーを積もって転配すると、イーペーコが確定する形です。9巡目に、ソーズの両面が入って、リーチをかけます。パーソーとスーピン待ちです。イーピンは自分で4枚使っています。リーチ、赤ドラで、打点は4000点からになります。すぐに、社長から追いかけリーチが入りました。一発目にダブドラのウーソを掴んでつもぎりすると報酬となりました。リーチ一発ドラ3。8000は1本まで9000の失点です。難入して持ち点は5000点。なんちゃでドラが9層です。1巡目にドラ表示牌を積もって想像のメンツが完成。お高瀬から払っていきます。3巡目にジャントーができて手配はリアンシャンテンになりました。ドラの9層を持ってきて自配を整理していきます。5巡目にソーズで両面ターツができました。ターツはまだ足りていません。ドラ表示牌のパーソーを積もって、両面とペンちゃんのイーシャンテンです。自順にローソーを積もって、ソーズが両面ターツで使えるようになりました。ドラ表示牌のパーソーを1枚外して、手配は一通が狙えるイーシャンテンです。そしてイーソーを積もって転配しました。待ち選択になります。チーソーはたった今、社長に切られたばかりです。親の仕掛けに対して、ドラの急走を勝負して、高めが一通の残り6枚の両面に受けるか、急走とペイの八尾中杯の上がりやすいシャンポンに受けるか、ドラは急走になっています。パーソー切りリーチを選択。一発目に数層積もって恨めってしまいますが、自順にペイを積むことができました。リーズもペイドラ4で、跳ね満の上がり4000、8000です。上がって親番を迎えます。17000点持ち、ドラはローソーです。2巡目に総ズレメンツが完成して、ペンちゃんを払っていきます。手配は4トイツあって、ターツは足りています。チーソーが重なって、チートイツのイーシャンテンになりました。すぐに切られたペイをポンします。ラス目の親番で、連チャンしたい局面です。チートイツのイーシャンテンから、厄配のペイをポンして、泣けるイーシャンテンに行きました。ローピンを積もって、ピンズが両面ターツになります。両面とシャンポンの受け入れです。ソーズでカンチャンができて、両面ターツを先に固定させます。3段目に、ソーズがアンコになって転配しました。厄配ドラ1のウッパーピン待ちです。2枚目の花を抜いて打点がアップします。終盤にパーピンを積むことができて、厄配ドラドラ、3000オールの上がりとなりました。連チャンして一本場となります。ドラは3増。手配はトイツが4つあって、両面ターツがあります。2巡目にチーピンが重なって、チートイツのイーシャンテンに受けることもできますが、メンツを壊すか、ドラの両面ターツを払うことになります。9万のトイツをと主張して、メンツ手を見ました。トーンを1泣きして、イーシャンテンに受けます。両面とシャンポンの受け入れです。ドラが3増になっていて、高めなら満貫になります。ツもローピンで、ピンズの両面ターツができました。スーピンを切って、イーシャンテンに受けます。スーピンよりもチーピンの方が、ポンしやすい牌です。
自順に赤ウソを持ってきて、チーピンを切ります。ワンフールをしているので、イーペイコーは関係ありません。チーピンを切っておくと、3ピン引きでピンズが3面チャンになります。シャラのポンテンで、ドラのウソを使い切ることができる形です。そして、ウソをポンすることができて、テンパイしました。トンドラヨンのウッパーピン待ちです。親のマンガンテンパイ。テンパイを入れた自順に花を抜くと、ワンパイからは3ピンを持ってきました。ピンズの形が伸びて、リャンウッパーピン待ちの3面チャンです。花を1枚抜いたことによって、打点は1万8000が確定しました。ここで上がればトップのチャンスがありましたが、3品をつもぎりすると、社長の仕掛けに包従。初のみの完3品転敗。1000点は1本バレ2000点。親を切られて、オーラスとなります。オーラスは、パーピンが統一になって、ドラが5枚ある、イーシャンテンになりましたが、神茶の社長がワンフールをしてきっちり上がりきります。ガッキー選手の親のリーチ宣言牌のパーピンが仕掛けに包従。ダブナンドラ1で4戦の横移動。このハンチャンは社長が1着、ガッキー選手が2着、堀内が3着で終了です。今日は到着ありがとうございました。山ちゃんさんありがとうございました。麻雀参りました。たまたまです。運が良かっただけなんで。前半、社長とメンバーさんと入ってる時に、ラスラススタートで負け越しちゃったんですけども、その後持ち直して、一応成績は1着7回、2着8回、3着6回で、なんとか戻しました。はい。新しいお店をオープンされるんですか？そうですね。西尾市で犬カフェをちょっと開くことになりまして、はい、保護犬を引き取ったりして、はい、里親さんを探したり、はい、まあ、そういう活動をちょっとやっていこうと思います。猫カフェの犬バージョンって感じですね。今から大工さんと打ち合わせして、はいはい、まあ、内装とかいろいろ入れて、はいはい、まだちょっと先になりますね、はい、カフェみたいな感じで、はい、シュークリームとかケーキとか、はいはい、そういったまあスイーツ系であったり、はい、で試作品です。試作品とシュークリームをいただきました。うん、すごい美味しいです。麻雀の方も青赤のバランス良くてすごい面白かったです。この辺でこの関東サンバっていうものが全然なくて、はい、やっぱり名古屋、この愛知県っていうのはレアハン縛りっていうお店が やはり多くて、なかなかこう始めましたっていう子が打てる麻雀って、ゲームから来るとやっぱりありありのいい班とかそういうのがメインになってくるんで、そういったお店をちょっとこっちの愛知県でやりたいなと。四輪麻雀からだと馴染みやすいですね。そうですね、ありありだと、はいはい、駐車場サービスもあるんですが、車でお越しになれたお客様は、そうですね、やっぱり田舎なので、はい、なかなか歩きで来られるっていうのは難しいんですよね、はい、一応駐車場がすぐ斜め向かいに、はい、平面の駐車場、東公園駐車場っていうのがありまして、はい、そこが1時間100円になってて、打ち切りが800円までで、当店の方で1ゲーム50円の、補助をさせていただいてますので、ほぼほぼ駐車場代はもうタダになるかなという感じになってます。遊びやすいですね、はい、駅からもすぐそばになって、もうすぐ、そうですね、目の前になりますので、はい、ぜひお近くに来られた際には寄っていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではね、ぜひね、こちらフェリックス、オープンしたばかりで新しいお店ですのでね、はい、3人マージャン楽しんでみてください。ぜひよろしくお願いします、はい、ではね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。